お集まりいただきありがとうございます。これよりスマートイルミネーション泉開会式を行います。まずはじめにご来場の皆様に泉区長の下村忠よりご挨拶申し上げます。皆様こんばんは。泉区長の下村でございます。主催者の泉区役所としてご挨拶をさせていただきます。本日はスマートイルミネーション泉へご来場いただき誠にありがとうございます。このスマートイルミネーションは環境に優しい LED などの省エネルギー技術とアートを融合させた新たな夜景の創造を試みるイベントとして2011年から横浜の都心臨海部を中心に展開されておりましたが、一昨年初めてこの地蔵原の水辺で開かせていただき、今年で3回目の開催となりました。今回のテーマは水と光の遊び場でございまして、今年もこの地蔵原の水辺を彩る桜の木に取り捨てられた約1500個の光の実は事前に泉区内の小学校のお子さんたちに作っていただいたものでございます。子どもから大人まで楽しめるアニメーションなどを上映する水辺の移動映画館のほか、自分と異なる LED バッジを身をつけた人を探して仲間を作る友達色を見つけよう、光るバッジワークショップなど光を通じて楽しんでいただけるプログラムをご用意させていただいております。また協力団体として本日会場でお汁粉をご提供いただきます横浜泉ロータリークラブ、イベントの運営に携わっていただいております泉区シニアクラブ連合会、そして泉区連合自治会町内会長会の皆様にもご協力をいただいておりますことに心から感謝申し上げます。なお皆さんから右側にご覧になっている黒い車ですね、燃料電池自動車のトヨタの未来は昨年12月から泉区役所の乗用車として使用しておりますが、燃料はガソリンではなく水素で、排出するのは水のみという環境に優しい究極のエコカーと言われてございます。また自動車としての機能のみならず停電時や災害時の非常用電源としての活用も期待されております。水辺の移動映画館で使用する電源はこの車から供給されておりますので、お近くでご覧いただければ幸いです。さて泉区は11月の3日に区政30周年の記念日を迎えました。今後とも住んでいてよかったと実感できる街づくりを推進してまいりますので、ぜひ皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。結びにあたりまして、このスマートイルミネーション泉で集うひとときがご来場の皆様にとって心温まる時間となることを期待するとともに、改めて皆様のご来場を感謝申し上げて、主催者である泉区役所からのご挨拶とさせていただきます。
ご来場ありがとうございます。今年度もスマートイルミネーション横浜は象の花パークでも開催されました。イベント全体を通じての実行委員会であるスマートイルミネーション横浜実行委員会委員長三好直幸記者がよりご挨拶をいただきます。皆様こんばんは。スマートイルミネーション横浜実行委員会委員長の国吉直幸と申します。本職は、横浜市立大学で、都市デザインを教えております。下山区長さんからもご紹介いただきましたように、スマートイルミネーション横浜という活動は2011年その東北で大きな地震があった震災があった年ですけれども、その年からスタートしておりまして、こういった状況の中で、その地球に優しい光を、まあ、考えていこうと、発信していこうと、そしてそのために省電力あるいは新たな光を発見していこうというようなことで、こういった新しい光と、それとこういった光の新しい技術ですね、こういった技術とアーティストの方々の参加によって新しい光を町に提案していこうといったプロジェクトでスタートしております。象の花パークを中心に、まあ、港周辺で展開してまいりましたが、やはりこういった事業をですね、都心部だけではなくて郊外のいろんなところでもぜひやっていただきたいというふうにお願いしてまいりましたが、泉木さんにおきましては、おととしからですね、この地蔵原におきまして、まあ、開催していただきまして非常に感謝しております。最初のおととし一昨年も私に参りましたけれども、この地蔵原が夜になると非常にこう、光の実を中心とした新しい平原にこう変わっていくということで素晴らしい体感をいたしました。また昨年は昨年でまた新たな試みとして、動物がいっぱいこの地にこう登場するというようなこともありまして、地蔵原のプロジェクトは毎年いろんなことが行われるということで非常に楽しみになってまいりました。そういったことで今年も非常に多くのお子様方が、小さいお子様方の参加によって、プロジェクトが進められてきたということを聞いておりまして、最も参加型の強いプロジェクトにはなっているのではないかなというふうに感じております。まあ、今年はまた燃料電池車の登場といったようなこともあります。実は私今朝のフェイスブックで、この泉区スマートイルミネーション泉をですね、発信したところですね、韓国とかマレーシアからも反応がありまして、まあ、こういった、プロジェクトを通じて横浜の泉区がまた世界にアピールするではないかなというふうに、期待しております。こういったようにその光を通じて町と人、人と人がこうつながるということもスマートイルミネーションの目的でございます。今日は多くのお子様方がこれからまた新たなものを作っていかれるということでありますので、そういったことにも期待してまいりたいと思います。本日はいろんなロータリークラブさんはじめ多くの方々の地域の自治会の方々ご協力を得てこのような素晴らしい会が展開されましたことを非常に感謝して、また区政30周年を祝う、まあ、地域の大きなイベントとして、称賛したいと思います。本日はどうもおめでとうございました。国吉委員長ありがとうございました。次に地域を代表し泉区連合自治会町内会長会会長南勲様よりご挨拶をいただきます。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました区の連長会の会長を務めております南と申します。よろしくお願いいたします。第3回のスマートイルミネーション泉ご参加いただきまして大変ありがとう存じます。今日は夜間のですねこういうイベントでございまして、
ご近所の方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、一つ何回もある年に1回の行事ございますので、どうぞご容赦いただきたいと思います。ご協力お願いします。さて、このスマートイルミネーション、その光の実ですね、今各小学校の方で、ご協力いただきまして、今光っております。どこで電源入れてるのって最初に聞かれます。ずっとついてるよって言っても、いや見えないじゃんとか言ってさ、言われるんですね。これ実は昼間もついてるんですね。あのコマーシャルに昼の星は目に見えるってありますね。見えぬけれどもあるんだよって、見えるけれども光は昼間もついてるんですね。で暗くなってくるとこういう綺麗な光になります。一つ一つみんな心を込めて願いを込めて書きました。小さい光ですが、こういう形でですね、集まってくるととっても綺麗な素晴らしいものになりますね。きっとお子さんたちがですね、ああいうことがあったねということがまた思い出してですね、心ふるさとの泉区のこの川べりにある木のここにあるこの好み光の実がですね、本当にいつも心の中に残って素晴らしい映像、素晴らしい心を育ってくれると非常にありがたいかなと思います。地方連合次会もこの近くだもんですから、いろんな形でもって、ご協力させていただいておりますが、自由にあります連合次会の会長さん今いらっしゃいますから、いろんな形でポスター貼りだとかいろんな形でご協力していただいております。皆さんが今日一日楽しい思い出になりますように、また明日からしばらくはついておりますので、電車から降りたときに、ああまだやってるなという形で、ご覧になれれば非常に嬉しいかなと思います。どうぞ楽しんでください。木南会長ありがとうございました。次に本日ご来場いただいている泉区連合自治会町内会長会の皆様をご紹介させていただきます。泉中央連合自治会南勇会長です。中川連合町内会小泉正彦会長です。富士見川連合自治会菊川久義会長です。白百合連合自治会林義弘会長です。新橋連合自治会横山和夫会長です。上飯田団地連合自治会佐野ひとみ会長です。上飯田連合自治会馬場辰美会長です。伊調団地連合自治会八木幸男会長です。泉北部連合自治会成沢誠会長です。皆様ありがとうございます。ここでスマートイルミネーション泉を開催するにあたりご協力いただきました団体の皆様をご紹介いたします。昨年に引き続き本日皆様から見て左手後方のテントにて温かいお汁粉をご提供いただいております横浜泉ロータリークラブ会長奥津幹夫様です。ありがとうございました。続きましてこちらも昨年に引き続き会場内を彩っております光の実の準備および本日会場内にてご来場の皆様の案内をしていただいております泉区シニアクラブ連合会会長江口孝人様です。おめでとうございます。ありがとうございました。またイベントの開催にあたりご協力をいただきました団体の皆様につきましてお名前のご紹介をさせていただきます。光の実の制作にご協力をいただきました
横浜市立泉小学校、伊勢山小学校、上井田小学校、新橋小学校、中和田小学校の皆さん、広報及び弥生台駅での光の実の展示にご協力をいただきました相模鉄道株式会社様、ご協力いただきました各団体の皆様、ありがとうございました。次に本日お越しの議員の皆様を神奈川県議会議員田中真嗣様よりご紹介いただきます。田中議員、お願いいたします。皆さんこんばんは、県会議員田中真嗣でございます。今日当番幹事ということで代表のご挨拶させていただきたいと思いますが、その前に議員団の紹介をさせていただきます。順不同でありますが、松本清志、県会議員の秘書松下さんです。おめでとうございます。水戸正史衆議院議員です。おめでとうございます。梶村光横浜市会議長です。横山雄太郎市会議員です。酒井学部衆議院議員の秘書の鈴木君です。改めましてご挨拶をさせていただきます。本日はスマートイルミネーション泉開催誠におめでとうございます。まあ、残念ながら一番議員の中でスマートでない人間が挨拶をすることにお詫びを申し上げたいと思います。しかしながら本当に今日こうやって暗くなってくるとですね、光の実一つ一つが本当にきれいに輝いてきたなと思われますが、その光の実に思い思いの絵を描いてくれた子どもたち、この子どもたちの未来のためにも我々議員団もですね、一生懸命これからの未来のために頑張っていきたいと思っております。今日一日楽しんでください。おめでとうございます。田中議員、ありがとうございました。次に本日のアートプログラムを手掛けたアーティストのご紹介をさせていただきますので、しばらくお待ちください。それではご参列の皆様、ご退場をお願いいたします。足元に十分お気をつけいただき、お楽しみください。また本日の会場内では広報のための写真撮影等を行っておりますので、お楽しみください。すいません、皆様失礼いたします。スマートイルミネーション泉の、企画を担当しております、スパイラルの森谷と申します。よろしくお願いいたします。私の方から今回参加いただきましたアーティストの皆様を、ご紹介させていただきます。まず最初に高橋恭子さんです。高橋さんは初年度からスマートイルミネーションに泉にご参加をいただいております。毎年光の実の制作をやっていただいております。今年は昔中和田小学校と泉小学校の方にもお邪魔をして、ワークショップを開催して、こちらの光の実の飾り付けまでやっていただきました。では皆さんこんばんは。光の実を作ってくれた子どもたち、ありがとうございます。作ってくれた、作ってくれたかな。みんな見つかったかな。ありました。本当に3年続けて見つかりましたか。ありがとう、ありがとう。本当に3年続けて今年も光の実を、
この泉区で展開することができて僕はとても嬉しいです。しかも本当に市長さん、会長さん、実行委員長さんが、まあ、皆さんが本当に光の実をね、大事に思ってくれてるという気持ちがさっきの挨拶で十分伝わりました。本当にありがとうございます。まあ、こんなにね、毎年ここでやることになると、初年度思ってなかったんですけど、これはもう来年もぜひ続けたいし、僕も、たくさんの、学校を、来年もまた回っていきたいなと思っております。泉区のは本当にいい場所だなと、僕は思っています。子どもたちもすごい素直に、真剣に光の実を、作ってくれました。一つ一つの光の実には、笑顔が書いてあります。今年は、誰の笑顔が思い浮かぶかな、そういう、呼びかけをしながらワークショップを、してまいりました。みんな、心の中にその、お父さんであるとかお母さんであるとか友達であるとか、自分を笑顔にしてくれる、人を思い浮かべて子どもたちは書いてくれています。そういうふうな、まあ、ちょっとエピソードなども、思い浮かべながら、また見ていただけると、この輝きがより一層温かいものに見えてくると思います。本当にありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。光の実は全体として見てもすごく綺麗ですけれども、なんて言うんでしょう、一つ一つの実が全部一つ一つ作品なんだと思います。ぜひ自分のものも見つけながら他の方が描いた笑顔もぜひ見ていただければなというふうに思います。あと京太さん、皆さん泉区の子どもたちにはビデオで知ってる人がめっちゃ多くて顔分かるお子さん多いと思いますんで、今日会場内いらっしゃいますんで、よかったらぜひ声掛けしていただければと思います。きっと京太さんも喜んでくれるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で今回はですね、この光の実以外のアートプログラムにつきまして、藤沢かなにあります、食とものづくりスタジオファーメントというところに、ご協力をいただいてプログラムを組んでいただきました。ファーメントの菅田さんをご紹介いたします。こんばんは、藤沢市から来ました食とものづくりスタジオファーメントの須本と申します。今日はですね、他に、3つのワークショッププログラムをご用意していまして、水辺の移動映画館、いつか始まる未来の日、友達色を探そう、光のバチワークショップという3つのワークショップをご用意しています。まず水辺の移動映画館なんですけれども、こちらあちらのブースで行っていきます。こちら担当してくださるアーティストのお二人をご紹介したいと思います。キノイグルーといって全国各地さまざまな場所で移動映画館をしてくださっています、有坂さんと渡辺さん、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、僕たち、キノイグルーという名前で移動映画館を、行っております。で自分たちで映画作ってるわけではなくて、毎回ですね、全国各地のいろんな場所、例えば、博物館とか無人島、おまんじゅう屋さん、カフェなど、毎回ですね、その場所に合わせた映画のセレクトを行って、ご飯を食べながら映画見るとか、夏は野外で上映するなど、映画館では体験できないようなちょっとワクワクする映画の時間というのを全国各地で展開しております。で今日はですね、あちらの右手のスクリーンの方でアニメーション、あと実写映画も1本あるんですけれども、大人でも子供でも楽しめる映画をですね、5本立てで上映します。で時間は30分ぐらいなので、本当にあっという間に終わってしまうと思うんですけれども、ぜひこの光に包まれた中で映画を30分お楽しみいただければと思います。今日はどうぞよろしくお願いします。映画上映の時間はまた後でアナウンスさせていただきますので、お楽しみにお待ちください。で続いて、いつか始まる未来の日ワークショップを担当してくださいますアーティストの犬飼博さんです。皆さんこんばんは。犬飼博と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は
今日ここで、後ろのこのため池なんですけども、ここに、ランタン、灯籠、皆さんに作っていただこうと思っています。このランタンは、先祖ではなく子孫に送る、これから始まる新しいイベントをやろうと思っております。長く考えてきたんですけども初めてやるイベントです。皆さんの、子孫に贈り物ですねしてほしいと思っておりまして、子孫に残す贈り物贈りたいものというのを、書いていただいて、流していただきたいと思います。こんなことがいつか広がっていっていつかその日が未来の日と呼ばれる日になったらいいなということを、思いを込めて、名前をつけております。今日から、皆さんが、少しでも、子孫のこと未来のことを考えて、くださるといいなと思っております。5時から、ここで行いますので、どうぞ後ほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。なんですけれども変色とものづくりスタジオパーメントで、企画していまして星型のバッジを、皆さんにお配り、はい、していまして赤、青、黄色の5色があるんですけれどもどれかが渡されます。なので他の色を、他の方との色と交換して集めていただいてまたドールしていただくというようなワークショップになります。なので、知らないお友達とかあとは大人の方子供の方もだってですねいろんな方とのコミュニケーションを楽しみながら、バッジ交換をしていただければと思いますのでお楽しみください。はい、以上ひでちゃんアーティスト紹介でございました。スマートイルミネーション泉はですね、皆さんたちがここにちょうど住み続けたい街泉って書いてありますけれども、スマートイルミネーション泉のコンセプトは まさにこれです。で、ぜひですねみんなで楽しみながらみんなが自慢できる泉を作っていけたらいいなと思いますので、ぜひありがとうございました。これにて開会式を終了いたします。なおこの後17時より皆様から見て右手にございますスクリーンにて映画の上映を行います。ぜひご覧ください。本日は20時までスマートイルミネーション泉を開催しております。光の実は12月7日水曜日まで展示しておりますので合わせてお知らせいたします。それでは皆様、スマートイルミネーション泉をどうぞお楽しみください。